相席さんと言います。よろしくお願いします。地方局にいそうなアナウンサー顔、なぜか全国区ではないんですね。あとはあの結婚式場にいるスタッフさん最後にカラオケの画面に出てくる男ね、全部誰ということではなくてね、好きなやつで覚えていただこうと思います、ね、こちらが山添と言います。よろしくお願いします。聞いてもらいたいこと、まずね、大発見した、大発見、すごい法則見つけました。すごい法則見つけた、何なんそれ。これ実はね、野菜にはすべてが入ってるんです。意味分かりますか皆さん、これ変なこと言われましたよ、これ分かってないですか。誰も意味分かってないよ、変なこと言い出したらこうやなと思われてんねん、お前。分かりました、じゃあ詳しく説明して。野菜にはすべてが入ってる、どういうこと。大根、ちょっと意味わかりましたか。文字に運が入ってるってことね。人参、何やねんその顔は。顔見ないよ、そのうっ血した色もみたいな顔してるけど。全国で吉本だけで芸人が6000人ですよ。6000人の芸人がいます。多いね。僕たち吉本の学校は NSC と我々の学校養成所出てる。そこに毎年2000人の学生が入ってくる。でも全員は学校を卒業させてもらえない。卒業できるのはその中でも本当に成績が優秀だった。ほんと一人が学校卒業することができました。被ってることないわ。言ったらお兄ちゃんね。誰がお兄ちゃんで、こっちのメガネが
ですか、妹です。妹